じゃあラストです。そう覚えて起こしたなってダイヤの You and Jim ハモれてた完璧ハモれた、ま、ちょっともう上半期も終わるということで、まあ、2024年の上半期に起こった主な出来事っていうのをちょっと まとめたからこんなんあったんやとかあれこんなんやったとかっていうのをちょっとまあ振り返っていこうかと。なるほど、まあ、前半戦の総括もをちょっとしていこうじゃないかと、はいはいはい、まあ、1月から、はいはい、5月まで、うん、いろいろあったよね。いろいろあった。やっぱり2分の5の解散とかな、アーネストの解散とかなパーフェクトダブルシュレッダーね、うん、これ衝撃的やったよ。いやもう俺の同期やねんこれ。そう、知ってる。そうやで。あ、知ってたんや。知ってるよ。あのあれやろ、相方の建物の子やろ。そう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 らしいよ。同期やねん。知ってた。知ってた知ってた。え、その昔から。昔は知らん。なんか聞いて。あ、聞いてな。それが動機やって。そうそうそう。それで膝震えた覚えてる。なんで。まだまだやってる。それがあれよね。そのだ今年の1月やから。ああ、どうでもええわ。アーネストで二分の五さんが。二分の五さんな。解散された。いろいろ世話になってたと思うし。魚ってやるからな、明治さんは。ああ、そうやな、うん、でお二人はコンビでやってるの、ね、そう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 、いろいろありました、うん、2月やっぱり大谷翔平結婚した。あ、2月か。結構前やな。だ一平さんこの後すぐか。一平、一平は3月。3月か。プラスマイナス、うん、そう解散。あ、まさかのな。クリスタな。びっくりしたな。もうこの辺はもうなんかもう慌ただしかったな。いろいろあったんよ。だから2月やったら、まあ、花大どんたく、花大どんたくもあったりとか、君たちはどう生きるかがアカデミー賞見てへんもん俺とかな。もう宮崎作品見てへんね最近。難しくなってきて、あのまあだからだいぶ集大成に入ってはるからな。あの早尾さんが加代さんがなんかもうまとめに入っちゃうから隣に山田君やったっけ、一番好きな東方劇が隣の山田君あれ監督ちゃうやんけあと3月は鳥山明さんが亡く、徳者さんが亡くなりになったりとか。びっくりした、ね、あと3月にその水原一平さんが解雇される賭博で、そうやなとか、あ、まあ強引だ、そうそう、はい、つとものかい。で、バーギュー。お笑いやっぱり R1 でね、町浦ピンクが22代目王者にとか、いろいろあんのよ。着々時代やんけ。いや、ほんまよ。これだから、3月はちょっとお笑いがなんか慌ただしかった、ね。なんかな、しんどかった。ほんまに。なんかしんどかったよな。なんかその、まあネットニュースとかでしか見えへんけど、見るたびには待ったんかな。ああ、でこた。あ、まだか。うんこする前とわかるけど。した後に珍しい。え、またこの間もこんなん言ってたよ。またっていうのがなんかもうそれに慣れてる自分が怖かった。確かにな。ほんまに後半はびっくりせへんかったもん。そうやな。そう。あ、またかね、なんかびっくりより悲しい。お母さんとって。そうそうそう、そっち。もう言わんといて。もう言わんといて。もうお父さんもうそんなん言わんとって。人のお組織で。もうお父さんそんなん言わんとって。っていう気持ちになったよ。なった、なった、うん、で4月が、こないだや。そう、長谷部選手が今季限りで引退。あ、そうなんや。そう。とかね。あ、GTO リバイバル。ああ、やってた。な。あの反町隆史さん。いっぱいあったよ。空手家入江さん5年ぶりの地上波出演とか。それ知らんわ初めて聞いたとかね。で5年ぶりやったんか
あと、あ、今年で最後となる沖縄国際映画祭開催、いろいろ行かしてもらったよな、今年で最後よ、もうやらないから、営業とかもいろいろ行かしてもらったし、え、映画祭はあるけど、吉本が、あ、引いたやん、引いた、映画祭はある、映画祭ももうなくなっていく、じゃあもうこれでラストでした、残念、ちょっと楽しめたもんな、あ、そう、行くの、あ、でもあれやろ、そのロケとかが多かったよ、ロケとか楽しかったやん、まあな、沖縄な行けるだしさ、うん、それなくなってちょっと残念ですね、あと千葉公平さんと鮫島由紀恵、由紀恵幸恵、由紀恵さんかな、由紀恵さんかな、結婚発表とか、あ、おめでたい、新喜劇ね、こういうのは嬉しいわな、あの、おめでとうございますって言えるからな、あとタモンズ、半次郎、七曲り、金属バット、ザパンチ、タイマスさん、楽天速報、ラブ次元、おめでとう、セカンドな、うん、もうこれで、これがやる前にはもうやってる時も決まってんねん、チャンピオン誰やと思ってんねん、俺、うん、俺ガチで学生、学生職行ってほしい、学生やっぱ余剰もさ、飯よ行くし、うん、東京来ていろいろ話してやっぱり新、やっぱりこの仕事の面でさ、うん、やっぱ苦労してるわけよ、なるほどね、うん、劇場ばっかりで、うん、なんか劇場ばっかりで、いや、その移動がさ、あいつ大変やねん、国分寺に住んでるからさ、枕入ってるのに2時間かかるって、かなんで、なんでそんなとこ住むの、それも大阪から帰ってると一緒やろって俺何回か言うてあげて、なるほどな、新幹線ってあんまり変わらない、20分ぐらいしか差ないぞっつってさ、で俺らも来る時に言われたもんな、変なとこ住むなよって、そう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 、あの真ん中におれよって、あ、そうそうそう、それだけ言われて、無理してても、そう、無理してても真ん中におれって、で奥田はもう頑張って真ん中、真ん中おるやん、真ん中にもう、あの、ど真ん中、ああそう、数々の売れっ子芸人が輩出したというマンションにちょっと高いけど、ああそうね、自分を高めるために住んだりしてるわけよ、なるほどな、偉いよそういうの、なるほどな、うん、なんか俺噂でこの時に、ね、学天則の奥だと、うん、誰だっけ、西山明もの、うん、ヘンダーソンの中村風が、うん、なんかあの沼津やったっけな、うん、からなんかみんなで何組かでライブあってその打ち上げでガチ喧嘩した噂だけは聞いたわ、なんかめちゃくちゃおもろい、うん、まあなんか気強いから、そう、2人とも、うん、あ、でも奥田の方が先輩やねんて、え、奥田の方が先輩やねんて、あ、かんない、でもなんか奥田ってやかましそうやんまあ細かいからそうそう、なんかそんなもんこちゃ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 言うたんやん、そうで、風も気強いね、ああ見えて、ああ見えて気がちょっと、そうそうそう、あの負けん気強いやつやから、そうやね、面白い2人、そんなんがあったりとかね、そんで5月ね、それはニュースになってなかったよ俺が仕入れた情報ね、それめっちゃ楽しそうやな余剰に後で聞こう5月でまだお前これ、ま、今撮ってる時お前、そうやで、井上尚弥な、井上尚弥お前行ってたやろ、俺見に行ってたやん、マジすごかった実は俺も見に行ってました、うそ嘘ついてるやん、でも俺終わった後、ま、長谷川穂積さんにめちゃくちゃいろんな話聞いた、あれは実はこうですとか俺マサさんと喋った嘘ついてない、あの、あれで見てた、アマゾンで、アマゾンでちょっと用事があってさ、タクシーの中で、あの、1回戦、1回戦じゃない、第1ラウンドな、うん、第1ラウンド、1回戦ですごかった第1ラウンドでバーッと倒れて、そこでちょうどお金払ってる時でさ、もう俺もう閉じたもん、あ、これもう、もう倒れ方良かったから、もう無理や思って、なんか会場はもうしっかり言うたら見えへんから、倒れたら分からん、どうなったら分からんから、だから分からんから、スリップやと思ってみんな、だからでもスリップや、あ、スリップしたと思ったら、モニターに映されてる井上尚弥選手の顔がちょっと気持ち効いてる顔してるから、ほんま一瞬だからシーンってなって、俺も早くて早く行ったあ、よかった、元気やシーンとした、やっぱり一瞬なんか一瞬みんな意味分かってみたいな、うわーみたいな、すかしべも聞こえるぐらい、聞こえるぐらい一瞬な、遠くの方でヘッカーてぐらい、ほんま一瞬みんなわけ分からんが、でもちょっと聞いてる顔してると思って、やっぱりプーって聞こえたらラッって笑ったそんな余裕ないで、でもあれは生で見てよかったやろな、最後のすごかったよ、この布袋さんの、布袋さんテルディーンテルルルリーンドゥンディディーン、送り出した後見てた、全部送り出した後
ちゃ頑張れめっちゃ頑張れ言ってるやん。ホテルさんがだいぶかかってあった。でも俺はもう俺映像で見てびっくりしたのはやっぱ山本さんね、ロバート山本さん。ああ。あのすびっくりした。山本さんいるの？って。そう。思ったよ。そうやろ。一ラウンドびっくりした。あのなんか消し方な。そう。あの撤し方というのかな。やっぱほんまに山本さんの山本さん自身のボクシング試合見たことある？ある。すごいやん。めちゃくちゃセンスバッチバチあってさ、うん、すごいらしいよ山本さんって。ボクシング大好きで、ほんまこうほんまに真摯に向き合ってやんなって思うと思う。だってなんかあこにいけるっていうのは。あの協会で終わった後なんかノブさんが山本さんにも連絡してん、飯行かへんみたいな。ほなちょっとまだ協会の仕事でまた会場におるからして、ほんまにまだ残ってなあかんって。そうやろな。うん、なんかあのー、すごい横。相撲のさ、あの引退した横なんか元々力士の人が来てる感じのさ、なんかあのいるやん、うん、ああいう感じで言うたら年寄りみたいな、そうそうそう、ああいう感じ、そうそう、あのすごかった、下スラックスに上下げみたいな、そう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 、あれほんまにな、そうそう、すごいな思って、見事勝利、見事勝利ね、いやいやいや、新喜劇フェスやってほんまや、万博記念公園、これ泣きだな、2万人以上動員、すごいわ、これも千葉さんが MC とかちゃうかったそうそうですよね、歓喜だわ、新喜劇人気半端ないな今、だからすごいやってはるんやろ、2万人ってお笑いイベントで今まで過去最大ぐらい級じゃん、これってあれ1日それか何日間か2日間かでも1日1万人、すごいやん、めちゃくちゃすごいやん、新喜劇のなんか人気っていうかすごいな、いやすごいよ今ってずっとやけど、今も最高潮に向かえてるよな、もうだからあれちゃう、あのなんか寛平さんが GM みたいなってなって、でまあいろいろこういう俺も一回あったやん、その NGK の試合のイエスシアターで、あのそれもない、なんてセカンド新喜劇やったっけ、なんかちょっと若い目の人がやるで、そのセットのままな、そう新喜劇だけやったらあれから、その漫才師3組ぐらいもやんねんけど、その新喜劇終わりにすぐやんねんな、だから新喜劇のセット残したまま漫才するっていう、だから新喜劇 の扉邪魔するでの扉、あの扉から出て行って、どうも言って出て行って、やるっていうのが今もやってるのが、前俺一回出たことあるな、あれもうほんま屈辱やった、あれなんやろな、漫才舐めてんのかだけど俺、まあな、あれ師匠やったら怒るよっていうな、そう、うん、漫才は、ま、あのちゃんと何もないいらん情報入れたくないね、まあ、でもせやん、いやまあそうそうやけどさ、やっぱり後ろ できるだけシンプルにしたいね、あの師匠のやつみたいなさ昔のから、うん、案内したいね俺は、昔のいやそのいやできるやん別に何があって も, いやも、でも大きいうんこがあってもできるやん関係なしにそれ俺が気になってしちゃうでもまあそんなこっちゃで、ちょっとね、上半期の対象はどれぞれ決めてくれ、対象でも俺はでもね、あのこれ一個っていうか、やっぱり俺もお笑いがすごかったっていう、あの逆の解散合唱、いやな、な、うん、なんかこれがあの俺はなんか悲しかったな、なるほどな、だから、うん、その今まででこんなことなかったやん、ないないない、ここまで長くやってるそうやな、コンビが解散するってまずないやん、うん、でもそれが最近そうでもなくなってきてるっていうさ、アマコインターとかな、お前やな、よう劇場とか営業と一緒やったよ、昔は一緒やった、アマコなんて、ほんまほんま、そのプラスマイナスなんて去年、マズ大賞とそう、あ今年だけどわらびんさんが取ってきた、私わらびんさんね、わらびんさんの前プラスマイナスそうやで、ほんまになんてみんなそれをちょっと目指してるみたいな、あれやん関西の、あの上方漫才大賞を取って開催した方を見てプラスマイナスだけ思うて、歴史上、いやいや、その安木清さんとかもおるし、謝ってくれ安木清さんはまあでも、死なはったからいやその前にその前にも解雇なら、あそうやったっけ、うん、あなんか泣いてやるやつあったな、やっぱ船長も自分でビンタしたやつ出てきやがった言うて、涙の涙が流れて出てきやがった、エッジ指名がかかってやつキャッシュなーいてで、リポートも今日さ今日さちゃおう今日さ、しかもあれビッグダディの言い方だし今日さ
ビッグダディの子供の言い方やから気をつけよ。めちゃくちゃよ、もうやめよ。ビッグダディ出てきたらもうやめよ。登録者数が100万人いきますように。よっしゃ。